くぞ。ベジータ、悪いがオーラが生かしてもらう。チッ、勝手にしろ。私はね、あなたに少し感謝しているんですよ。感謝？気持ち悪いこと言うなよ。初めて努力したのも、あなたへの復讐心が何よりも勝っていたからこそです。ただですね、私がどんな思いで努力というものをさせられたのか、この私にとってそれがどれほどの屈辱にまみれた行為だったか、あなたわかりますか？くっちゃべってねえで。背景孫悟空様、感謝を込めて殺して差し上げます。少し黙りましょうか。やっぱおめえなんか隠してんな。よく。わかりましたね。でもあなたもでしょ。お手芸めいっぺいやろうで。もう奥の手はなしにしよう。さあ、次はおめえの番だ。持ってつけねえで早く見せてみろよ、特訓の成果ってやつをさ。では、馬鹿正直なあなたに敬意を込めて、こちらも筒に隠さずステップアップするとしましょうかね。お見せしましょう。私のさらなる進化を。金色は単純すぎるかと思いましたが、分かりやすくてよかったようですね。安っぽいネーミングですが、ゴールデンフリーザとでも言っておきましょうか。ゴールデンフリーザ。孫悟空さん、さようなら。本意ではありませんが、あなたを一瞬で殺してしまうかもしれません。ですから先にお別れを言っておいたんですよ。おめえのそういうところ腹立つけど、今回ばかりはそうなっちまうかもしんねえ。あめ、うわあ！何？そんなバカな！終わりだ、フリーザー。
お前たちも見え。